士をおびき寄せられるか試してくれ。祝福に入るしかない。状況は良くないか。無事でよかった。危ないところだったな。すまない。送り出す前にもう一度チェックするんだった。僕のせいだ。でもおかげで祝福入りサンプルが十分集まった。これが必要だったんだ。調合は完璧にできたからもう大丈夫だ。この加工が終わればすぐに新しいのが作れる。君の活躍には感謝の言葉しかない。評判は聞いてたけどここまでとは思わなかった。弾が切れたら刃物に頼ればいい。君のおかげで僕の財産も無事だ。あんたが好きそうな仕事がある。ああ、さっきはごめん。いい態度じゃなかった。みんなも言うと思うけど、私は人一倍仕事をこなしてる。でも、それ以外はちょっと、その、とにかくやり直させて。ようこそ。うちはいいチームだよ。みんな強い。そうじゃないとやってられないしね。あんたが R の言う通りだといいけど、私たちはエデンズゲートを倒す方法を探してる。まずはフェイスからだと思うよ。まあ
本当の名前じゃないけど。丘の上にある巨大な像を見た？まあ、見落とすわけないか。あれは信ずるべきジョセフ・シード、ファーザーの像。フェイスはあの目障りな像を立てさせて、巡礼の旅とかいうやつの目的地にしてる。像までとぼとぼやってくるやつらを見た？マジでヤバい。あの像を破壊しよう。やつらにファーザーは神じゃないってことを教えてやらないと。あいつはただの人間だって。いい考えだと思わない？あれにクソどでかい風穴を開けてやるんだよ。刑務所では活躍したわね。四六時中フェイスの手下に囲まれてると助かれるのね。
しごがいっぱいある。レバーを見つけて強くひねって、それで落ちてくる。分かった。先はまだ。標的を捕捉った。捜索を始めろ。見つけるぞ。力をくれる。気をつけな。ヘリが何機か来てるよ。機銃操作の街へようこそ。
行は減少中。何してるの？ファーザーの御言葉よ。どうなるか分かってるの？くっそいい感じだよ。ジョセフシード間違いなくちびってるね。フェイスは焦ってるはず。こんだけやられた責任を取らされるだろうしね。なかなかやるじゃん。会えて嬉しいよ。祝福のことは知ってるか？今ある大きな目標の一つはフェイスの阻止だ。あの女に全てを奪われた。仕事も家庭も息子まで全部祝福のせいだ。君はクーガーズの仲間だ。私たちは互いを助け合うチームなんだ。そこで君の助けを借りたい。水処理施設のことは知ってるか？カルトがそこを奪い祝福を流し込んだ。信じられるか？飲み水の中にだぞ。どんな神経をしてるんだ。これ以上好きにはさせない。私たちですぐにあそこを封鎖する。力を貸してくれないか？あとどれくらい持つかわからないわ。あなたに祝福を。
私たちが何をしているかわからない？それともただの無関心？あなたはあちこちで何の悪意も持たない人たちに暴力を振るって回ってる。彼らは安らいでる。みんなここにいたいの。あなたが信じてないのは分かってる。でもこれがこの物語の結末。あなたの力じゃ変えられない。外にいるお友達は恐怖心の言いなりなのね。誰も理解してない。彼は違う。示してくれるわ。よう新人来い。ほら大丈夫だ。俺を連れ帰る気だろう。いいんだ、知ってる。彼女もみんなお前の気持ちはわかる。俺を助けに来てくれた。だが違うんだ。俺は戻りたくない。絶対に。これまで自分の人生を考えてみたことはあるか？実際に何をした顔だ。どうだ、人は何にでもなれるっていうだろう。人気歌手、スポーツ選手、映画スター、誰でも成功できるってな。だがなそれは真実じゃない。ただ人に言われたことをこなし、平凡な人生を生きているだけだ。来る日も来る日も、自分には意志があると思ってる。違うな。命じられたこと以外を最後にしたのはいつだ。求められてる。だがそれはお前の人生じゃない。奴らの人生だ。自分で選んでると思うだろうが、それは嘘なんだ。幻想だ。俺はもうたくさんなんだよ。イエスマンはもうたくさんだ。使い走りもくだらないゴミ拾いももうたくさんなんだよ。全てのことがもうたくさんだ。だってそんな人生なんかに何の意味があるんだ。ここでなら自分にはずっと無縁だと思っていたものに手が届きそうなんだ。結局のところな、本当に重要なのはそれだけだろう。幸福だ。信じるな。バークを捕まえるんだ。今だ。バークにゲートを通らせるな。バークを捕まえろ。ルーキー助けるんだ。彼を離して。
やったね。トレイシー注射の用意だ。おい、落ち着くんだ、バー見ろ、俺を見るんだ。よし、やめろ、やらない、薬を、やめてくれ。バー、暴れるな、やめろ。バーなあ、いいか、落ち着かせたいだけだ。ダメだ、薬だ。ジンは下ろせ。祝福から簡単には戻れんぞ。俺はできる、できる。ワンか。よし、わかった。俺は大丈夫だ。来ないでくれ。よし、さあ横になれ。銃を下ろせ。来なきゃ。ドレイシー。何も聞きたくない。嫌なことは捨てた。最初からそう言ったでしょ。あいつも分かってない。どうやって頭に入り込むかも。信じちゃダメ。私が話してくれよ。自然災害に備えるならわかるが、狂ったカルトな。ジョセフとその戦車はホープカウンティで長期を逸した虐殺を行っている。阻止しなくちゃ。驚いたぞ。連邦保安官を祝福から解放するとは信じられない。フェイスが放っておかないだろう。奴が戻ってくるぞ。用心しろ。刑務所でのこと聞いたぞ。
連中を見てると確かに世界の終わりを感じる。こいつのせいでクラクラする。水は止められても、祝福は止められないわ。俺が動かないだ、援護してくれ。
いと動くぜ。よろしくな。すまない、ああ気づかなかった。保安官、聞きたいことがある。フィーニーという男を知ってるか。町の薬剤師だったんだ。地域の支えとして尊敬されてたんだが、実際はただのドラッグ商人だった。やつはカルトに協力してる。祝福を作るのを手伝った。今はジェソップ栽培所にいるらしい。美しいアトリウムだったんだ昔はな。今ではフィーニーの毒物工場だ。恐ろしい花で埋め尽くされている。それで思いついたんだ。あそこで栽培されてる花を燃やせばフィーニーが大慌てで駆けつけてくる。私が育ったことじゃこんなに動物はいなかった。
クトはあらゆる事態に備えてる。ジョセフの予言のおかげだ。心臓と頭、どこだ！
Fiend が来るぞ。これはチャンスだ。